紀元前5世紀から紀元前4世紀に駆けつくられたケルティベリアの聖堂聖制た紀元前200年頃のイベリア半島。ケルティベリア人は古代イベリア半島に居住していたケルト人の一派のこと、またはむしろ他の名前を持つケルト系所属を指す名称。これらの人々はイベリア産地の西に住んでいた。ローマ人たちは彼らを ケルト人とイベリア人の根血であるとみなしていた。最初に、ケルティベリア人について触れたのは、古代ギリシャ、古代ローマの地理学者、歴史家たちである。彼らの研究にもかかわらず、ケルティベリア人が、科学的地位を得たのは20世紀初頭のことである。歴史上のケルティベリア人が、ソリア県、グワダラハーラ県、ラリオハ州の大半、ブルゴス県東部、 サラゴサ県とテルエル県の西、クエンカ県とアストリアス州の北部盆地と広域に渡って住んでいたと我々はみなしているが、実際のケルティベリア人の領域に関する古い文献は非常に不明瞭である。別の解釈がこの枠組みを東西に拡張するからである。紀元前6世紀から紀元前5世紀頃にかけてハルシュタット文化を携えた。 ケルト人がイベリア半島に流入し、先住民と根血、定住するようになった。このインドヨーロッパ語族の文化は、特権階級である戦士たちに保護された、季節ごとに牛の放牧を行う牧畜民からなっていた。これはヨーロッパ大西洋岸に見られる、カストロと呼ばれる小さな放牧地を備えた球場の砦を中心とした文化と似通っていた。 円形の小屋からなるこれらの入植地は、イベリア半島北部を越え、ローマ時代まで残存した。ケルティベリア人の民族地図は、高度に土着化したが、紀元前3世紀以降は異なる民族からなる国を構成した。この国は、要塞化されたオッピラを中心とし、ケルトと、先住イベリア人との混合文化の土着化を伴い、現地人の幅広い動画を表していた。 サラゴサ県ボトリアで発掘されたコンチバカム、ベル、道県セゲダやティエルマサで発掘された世界差は、ケルティベリア人の砦であり、墓地からは副葬品が発見された。紀元前6世紀から、紀元前5世紀の貴族の墓地は、紀元前3世紀以降の傾向として、戦士の墓地に場所を譲っており、副葬品から武器が失われていた。武器が失われたのはむしろ、 選手たちの間に、これらを分配しなければならない、緊急性が増したことを示すか、歴史家アルマグロイコールゴルベアが考えているように、ケルティベリア人の都市化を表しているとみなされる。後期に成立したケルティベリアのオッピダは、未だ現在の都市に隠されており、考古学の妨げとなっている。ケルティベリア人は、ローマ以前のイベリア半島最大の影響力を持った。 民族集団であったが、彼らが歴史上最大の衝撃を与えたのは第二次ポエに戦争時代である。カルタゴと同盟したケルティベリア人はハンニバル式下の根性軍に入り、アルプス山脈声を行ったのである。カルタゴの敗退後、ケルティベリア人は紀元前195年にローマに初めて下った。紀元前182年から、 紀元前179年にかけて、失勢官僚、ティベリウスグラックスが仲介したものの、多したようなケルティベリアの反独立集団の対立は収まらなかった。ヌマンティア戦争の際、スキピオア・アエミリアヌスによって、ヌマンティアが、陥落、破壊され、ローマ文化の流入が始まった。これは、ボトリアで発見された、制度性の4枚のブラーク。 ボトリア碑文に記された初期の時代である。これ以後のプラークは明らかにラテン語で記されるようになった。紀元前80年から紀元前72年にかけてのセルトリウス戦争は、ローマ支配下のケルティベリア都市たちが起こした最後の抵抗戦であり、敗北後にケルティベリア文化はローマ文化に埋没していった。ケルティベリアの存在は現在も100カ所存在する。 ケルト語由来の地名となって、スペイン国内地図に残っている。ありがとうございます。